セクゾ、ニュースの東京ドーム公演は ?CM 連鎖撤退の次、ライブ会場 NG 問題を直撃。シュークリーム事件、帝国劇場にも聞いた。ジャニーズ事務所が会見を開き、創業者であるジャニー北川氏、去年87の加害問題への謝罪と、東山則幸新社長、56の就任を発表したのは、 9月7日のこと。それから10日が過ぎた。日本芸能界の帝王として君臨してきたジャニーズ事務所にとっては、信じられないような転落の日々が続いたことは想像に難くない。スポーツ紙記者が語る。会見中には、嵐の相葉雅紀40を起用する損保大手東京会場日動がいかなるハラスメントも認めないとして、 ジャニーズ事務所との契約解除を検討するとの一報が流れた。すると、波を打ったように大手クライアントによるジャニーズ切りが発生。日本マクドナルドにサントリー、日産自動車などがジャニーズと新規契約を結ばない旨を次々と発表しました。この CM 連鎖撤退の流れは続き、当初は取材に対して変更の予定はない。 としていた顔も9月12日には一転。所属タレントを起用した広告、反則物の展開を中止するとリリースを出した。この流れは当然、テレビ業界へ波及し、さらには今後、ジャニーズ事務所最大の収益源であるコンサートにも影響を与えるのではないかとも、業界内で囁かれているという。レコード会社関係者が明かす。 特に、海外タレントも会場として使用する東京ドームなどにジャニーズ離れの動きがあるのでは、とも言われています。海外では日本以上にハラスメントへの見方が厳しい。ハラスメント被害の当事者を応援するハッシュタグ MeToo 運動も盛んです。テイラー・スウィフト33のようなトップアーティストもハッシュタグ MeToo 運動に参加していますし、 人権意識は高い。そうしたアーティストは今後、ジャニーズ事務所のタレントがコンサートを行った会場でのライブを避ける可能性もあるでしょう。そうしたことから業界内では今、ジャニーズ事務所への会場貸ししぶりが起こるのでは、とも言われているんです。